どうもアガポニです。今回はティエリエ、ムーア、トリーナ、エーゴン、リュウサンのミッコ5人の NPC のイベント攻略についてです。この5人は関連性があるのでまとめて紹介していこうと思います。それでは早速いきましょう。影の地は影の城に到着、あるいは祝福、村へ続く吊り橋付近に移動すると自動的に大ルーンが壊れるといった演出が入ります。これが入ってしまうと一部の NPC イベントが強制的に次の段階に進んでしまうので、確認できなくなる会話シーン、獲得できなくなるアイテムなんかが出てくるので注意が必要となってます。で、今回紹介する5人においてはティエリエとムーアが対象となるので、大ルーンが壊れる前までにやっておくことを最初に解説していきます。まずは祝福、正門前の十字まで移動します。ここにムーアがいるので会話をしておくと、その上で何か一つでも購入するとムーアと話すが追加されるので、何か購入した後でさらに話を聞いておきます。ムーアとの会話が終わったら今度は祝福、柱坂の十字まで移動します。そうするとここにはティエリエがいるので会話をしていくと、2回ほど会話して内容が同じになるまで見ておきます。会話が終わったらもう一度ムーアのところに戻りまして、ムーアと会話するを選んで話をしていきます。そうするとここで黒いシロップというアイテムをもらうことができます。シロップをもらったらまたティエリエのところまで移動します。で、会話をしていくと黒いシロップを渡すことができるので渡します。この後選択肢が出てくるんですが、これは黒いシロップについて、さらに生きることに疲れたと選択していきます。ここまでの手順で会話を進めていくとティエリエの飛躍というアイテムが手に入ります。ちなみにこのアイテムは購入のラインナップにも追加されるので、ルーンで購入することもできるようになりますね。で、このティエリエの飛躍自体の用途としては、この後に出てくる硫酸の巫女のイベントで使えるもので、イベント分岐用アイテムとなってます。この後は聖戦教会の少し北、この辺りまで移動します。そうするとこの辺りにうずくまった虫がいるんですが、これは敵ではないので大丈夫です。で、この虫の近くでぬくもり石というアイテムを使うと回復して起き上がる状態となります。起き上がった直後はまだ話しかけることができなくて、一旦祝福で休んで戻ってくる必要があります。で、戻ってきて話しかけると拾い虫の製法書4を手に入れることができます。ぬくもり石自体はどこかで拾うことができたと思うので、すでに持っている可能性はあると思いますが、一応制作することができるアイテムにはなってます。ベースとして老法師の製法書19が必要です。この製法書自体はアルター高原のこの場所にあります。この拾い虫自体のイベントとかぬくもり石の詳しい制作方法なんかは過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。で、拾い虫の製法書4を手に入れた状態でまたムーアのところまで移動しまして、会話をしていきます。そうすると製法書7をもらうことができます。ここまでの内容を大ルーンが壊れる前までにやっておく必要があります。この後は影の城まで移動して大ルーンが壊れたのメッセージを見まして、イベントを次の段階に進めていきます。これは他 NPC にも影響があるものなので、確認しておきたいことがある場合は先に進めておいてもらえればと思います。で、大ルーンが壊れた後ですが、またムーアのところに移動して会話をしていきます。そうすると選択肢が出てくるので、ここはずっと悲しいままだを選択します。ざっと違いを紹介しておくと、選択肢わからないを選んだ場合は会話をやり直すことができまして、忘れてしまえばいいを選択した場合、終盤のレダ同士戦でムーアが敵対 NPC として出てくる状態になります。ずっと悲しいままだを選択することで敵対化はしない状態となるんですが、この後労働を挟むといなくなりまして、弱っていた拾い虫、製法書4をもらった場所で拾い虫と一緒に力尽きる状態となります。その上でここでムーア装備一式と鈴玉を手に入れることができます。で、敵対して出てくるパターンにおいては、そこで倒した時にね、同じアイテムを回収することができます。ここまででムーアのイベントは完了です。次にティエリエがいる柱坂の十字まで移動します。会話をするとティエリエがトリーナを思い出す状態となります。この後祝福で休んだりタイトル画面に戻るといった労働をしつつ、会話を2回ほど繰り返していくと南に向かうといった内容を聞くことができます。この話を聞いた後にもう一度祝福で休むと、柱坂の十字からティエリエがいなくなります。ここまで進行したら今度は南の方にある祝福、大穴深部まで移動する必要があります。
ただここに移動するにはまず大前提として手前にある青海岸の十字まで移動する必要があります。なのでこの場所の行き方をざっと解説しておくと、まず城西正面の祝福からスタートとしまして南東に移動していきます。でこの崖下をぐるっと回るとここに洞窟があるので南西に通過します。そうするとエラク川の洞窟の祝福まで来れます。この後は南に移動してエラク川下流、青海岸の十字と移動していく感じですね。この動画だと近くにいろいろ祝福が見えてますが、今説明した4つの祝福以外はこのルートでは高低差があって解放できないので、通る祝福は4つのイメージで大丈夫です。でこの後は少し分かりにくいと思うので実際の移動ルートを載せておきます。でここねちょっと寄り道をしまして、ここまで来ると鳥居の信徒の西方書2があるので、ついでに取っておくといいかと思いますね。この後はぐるっと穴を回るように移動します。この辺りまで来たら穴の下に降りられる足場が見えてくるので、この足場を使ってどんどん下に降りていきます。ここまで来れると祝福大穴があります。でさらに下に移動していきまして、洞窟の奥まで移動していくと、そうするとここにもう一つの祝福、石棺の大穴があります。その上でさらに奥まで進んでいきます。ここの敵はかわしまして、この奥は少し足場が途切れている場所があるので、落ちないようにジャンプ移動をしていくと。でさらに奥に進んでいくんですが、この辺りの敵の攻撃はボス並みの攻撃力を持っているので、なるべくダッシュと回避を駆使しながら駆け抜けてしまうのが早いかと思います。でここまで来れると祝福大穴の十字があります。この先は雑魚敵がかなり厄介なので、できる限り倒していった方が安全です。まずはここにいる敵を倒します。奥にいるのも倒しておくと、
倒したら左奥から移動していきまして、ここの敵も倒します。さらに進んでこっちも排除ですね。その上でここは奥にいる敵が光線で攻撃してくるので回避で避けながら進んでいきます。回避のコツとしては溜めた音の後に回避するようにしていくとかわしやすいです。真下は比較的安全なのでここで攻撃して倒しておきます。2匹目も排除ですね。この後は奥の足場に降りていきます。降りたら回避をしながら左の岩場まで移動します。ここ手間取るとダメージを食らいやすいんですが、ここでしゃがみ状態になれれば光線の6割くらい防げるのでここで回復をしておきます。 100% 当たらないわけではないので過信は禁物です。そしたら奥にダッシュかつ回避で移動してこの崖下まで来たら1匹倒します。ここまで来ることで上の個体の光線は当たらないです。この後はさらに奥に移動していくんですが、一気に駆け抜けていきます。この奥にはまた光線を打ってくる敵がいるので、溜めた音の後に回避を意識してかわしながら距離を詰めていきます。で近づいたら倒しておくと。ここは下の足場に降りるんですが爆発する敵がいるので注意です。このエリアね、ほんと雑魚敵の配置がいやらしいんですよね。実際やってみるとね、実は難易度が高い場所なのでなるべく敵を倒しつつ進んでみてもらえればと思います。でここまで来ると祝福、大穴、中腹があります。道なりに進んでいくんですが、ここは足場が途切れているのでジャンプ移動が必要となってます。邪魔な敵は倒しておく方が無難です。ここまで来ると厄介な敵がいるんですが、吹き飛ばし系の戦技があると比較的楽に倒すことができる相手になってます。倒す時と重なり合う降臨が手にあります。ここはジャンプ移動しながら左の方に移動ですね。でここまで来るとやっと当初の目的地だった大穴深部となります。この後は道なりに直進していくだけです。その上でここから下に飛び降りていくと、かなり高度があるんですが力尽きないので大丈夫です。下に降りるとボスデーネーの騎士とのバトルになります。装備は以前紹介した盾持ち拒絶の棘スタイルとしています。詳しい内容とか各装備の入手方法が必要な場合は以前の動画を参考にしてみてください。まずは位牌を召喚しまして、ここにティエリーの召喚サインもあるので呼び出しておきます。その上で回復もして、まずはガードで様子を見ていくと、で自分がターゲットから外れたら拒絶のトゲを使って攻撃をしていきます。意外と遠距離からも攻撃してくるボスなので、しっかり様子を見つつ完全に自分を狙っていない攻撃できるタイミングで攻めていきます。
連続で攻撃ができるとこんな感じで一気に倒しきることもできます。ケースによってはここまでサクッといかないかもしれませんが、しっかりガードで様子見をしつつ戦えば勝率は上げられるかと思います。この後はさらに奥のエリアに進んでいきます。そうするとトリーナがいるので話しかけていくと選択肢が出てくるんですが、ここでは一旦立ち去るを選んでディエリエと会話します。同じことを繰り返すまで会話した後にもう一度トリーナと会話をしまして、ここで蜜を吸うを選んでいきます。そうするとそのまま力尽きることになるんですが、これで大丈夫です。ただこっから結構手間なんですが、蜜を吸うをあと3回繰り返して4回力尽きる必要があります。途中でティエリが独り言を言ったりもするんですが、とにかく4回力尽きるまで続けていきます。そうすると4回目のロードタイミングでトリーナの意思を聞くことができます。この後にティエリと会話をするとトリーナの言葉を伝えるという選択肢が出てくるので、これを選んでいくと会話が終わったらもう一度話しかけまして、もう一度トリーナの言葉を伝えるというのが出てくるので、これを選択ですね。ここまで進めたらもう一度トリーナと会話をしまして、蜜を吸うを選択して力尽きていきます。ここでまたトリーナの意思を聞くことができます。この後祝福深紫の花園に戻るとディエリエが侵入してくる状態になるので倒していくと、倒すとタリスマントリーナの微笑みが手に入ります。この後はもう一度トリーナのところまで移動して、蜜を吸うを選択してまた力尽きていきます。力尽きた後にミケラを殺してあの子を許してあげてというセリフが出れば OK です。この後はもう一度ティエリエと会話をするとトリーナの言葉を伝えるという選択肢が出るので選んでいきます。会話が終わったら最後にもう一回トリーナと会話をして、蜜を吸うを選択して力尽きていきます。でもう一度ティエリエと会話をして、点点点となればこの場所での作業は終わりです。ここまででトリーナとティエリエのイベントは9割方完了となります。次にエーゴンと硫酸の巫女イベントとなります。まずは祝福柱坂中腹に移動すると、奥でエーゴンがうずくまって叫び声を上げているので会話をしておきます。この後は南の方に移動して、洞窟竜の穴を通って東の方の竜の穴終端まで抜けます。竜の穴の洞窟はちょっとしたダンジョンになっているんですが、その他は大きく迷うような場所はないので、とにかく東に移動していけばたどり着ける場所になってます。竜の穴の洞窟自体はね、過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。さらにここから南の方に移動していくと、ここに祝福硫酸の大祭壇があります。でこの場所に硫酸の巫女がいるので会話をしておくと、話を進めると会話の選択肢として竜の力を食らうというものが出てくるので、これを選んでおきます。そうすると一定時間全カット率を上げることができる古竜の恩寵をもらうことができます。さらに話しかけるとベールについてという内容を聞けるので、これも聞いておきます。その上で時間帯を夜にしてから話しかけると、ここでティエリエの飛躍を飲ませるかどうかの選択肢が出てきます。たまにね、夜にしてもいない場合があるので、その場合は何度か祝福で休んだりタイトルからのロードを試してみてください。で選択肢を出すことができたら飛躍を飲ませることができるんですが、ここで手に入る報酬が変わるので注意です。具体的な違いですが、飲ませた場合の報酬は祈祷フローサクスの流雷と遺灰古竜フローサクスとなってます。飲ませなかった場合の報酬は何度でも竜に変身することができる道具アイテム巫女の心臓と武器カガンの杖となります。
両方の星を手に入れたい場合は周回プレイが必要となってますね。でどちらかを選択した上でこの先にいる暴竜ベールを倒しに行きます。ベールがいる場所は東の方にあるギザ山なので、一旦竜の橋終端に戻ってここから東に移動していくのが早いです。でまずはギザ山の麓まで移動します。でギザ山の麓から少し先に進んでいくと戦っている2匹の竜がいる場所に出ます。近づいていくと片一方の竜の HP がギザ山の飛竜という名前で表示されるので、この竜を倒します。体が大きいのと飛竜同士の争いに割って入ることになるので戦いにくいんですが、まあ言ってしまえばもう一匹の飛竜と共闘できる状態となるので、対象を間違えないようにロックして2回と一緒に攻撃していけばそこまで苦労はせずに倒せるかと思います。ただ当然もう一匹の飛竜が完全な味方なわけではないので、どちらの飛竜の攻撃も当たってしまうという点は注意です。討伐が成功するとエーゴンが出てくるので会話します。もう一匹の飛竜が残っていた場合は倒してもいいですし、一旦祝福に戻って休めば消えたかと思います。エーゴンがいる場所はマップで言うとここになりますね。で会話をするとエーゴンの鍵指というアイテムをもらうことができます。これがねベール戦でエーゴンを呼び出す条件となってます。この後ベールがいる場所までは少し距離がありますが、おおむね道なりに進んでいくと祝福ギザ山の山頂まで移動することができます。でこの先にベールがいるのでまずは倒していくと。ただこのベールは DLC のボスの中でもかなり強い部類となってます。なので倒すには骨が折れる相手なんですが、ベール攻略をこの動画に含めてしまうとさらに長くなってしまうので割愛します。ベールの倒し方自体は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。でベールを倒した後はまずはエーゴンと最後に話した場所まで戻ります。ギザ山の飛竜と戦った場所ですね。そうするとここでエーゴンの大弓、防具、鈴玉を手に入れることができまして、これでエーゴンイベントは終了となります。この後は硫酸の巫女の場所まで戻ります。薬を飲ませていた場合は同じ場所にいるので会話をしていくと。もし寝ている場合は一旦祝福で休んでから起きるか確認してみてもらえればと思います。で2回会話をしていくと祈祷クローサクスの竜雷がもらえます。この後もう一度会話を続けていくと位牌をもらうこともできます。それと薬を飲ませなかった場合ですが、硫酸の巫女がいた場所に巫女の心臓と武器火眼の杖が落ちているので、これを回収しておきます。ここまでで硫酸の巫女のイベントも終了となります。最後にトリーナとティエリへの結末です。この動画で説明したところまでトリーナとティエリのイベントを進めておくと、終盤のエニル・イリムでのレダ同士戦とラスボス戦、この両方でティエリエを金サインから呼び出すことができるようになってます。この金サインは呼び出しても呼び出さなくてもいいんですが、最後ラスボスを討伐した後に周りを確認するとティエリエが力尽きていまして、ここで隠し針と防具一式が手に入ります。ここまででティエリエのイベントは完了となります。でトリーナの方ですが、もう一度トリーナの場所まで戻ります。そうするとここでトリーナの人花という頭防具を手に入れることができまして、これを回収することでトリーナのイベントは完了となります。 DLC のラスボス討伐後じゃないとこの棒が取れないので、周回プレイをする場合は忘れないように注意ですね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。